皆さんこんばんは。お肉ありチャンネルスタートです。ありがとうございます。あ、ワープ終了、ありがとうございます。ニーニーさん、カンさんもありがとうございます。じゃあそれではですね、あの今日のゲストということで自己紹介まずお願いしてもいいですか。はい、声優、撮影会、モデル、イラストレーター、インフルエンサー、いろいろ活動させていただいております、ハイジです。よろしくお願いします。お願いします。はい、山本ひかるです。女優とモデルとダンサーしてます。よろしくお願いします。お願いします。はい、私鬼塚ありさです。女優のお仕事しております。23歳です。よろしくお願いします。はい、先ほどはね、あの皆さんコメントもありがとうございましたね。え、あ、どうもってありがとうございますね、なんかせっかく私優勝したと思ったらね、ゴムパッチンをやらされることになりましたはいはい、もうね、ここにゴムパッチンが準備されているんですけどもね、準備は早いんですよ、本当にね。あの今日のこのね、台本は準備遅かったのにチクチクいきますね。すごい早いなっていうふうに思いましたね。なかなかチクチクいきますね初めての、今日は初配信なんですけどもね、あのゲストでお二人ありがとうございます。お邪魔しますはい、あのちなみにハイジさんはあの、はい、自分の個人チャンネルもあるということで。そうですね、 YouTube ショーツばっかりなんですけど、はい、ちょっとだけ上げてますはい、ぜひぜひご覧ください、はい、お願いします。何かやられてますか。ダンサーしてます。今度なんかショーケースがあるらしくて。そうなんです。3月3月何日ですか。3月18日にショーケースがあるらしいので、ツイッターもやられてるということで、お二人とももし、はい、発信することがあったらそちらから多分出ると思うので難しいですね言葉が、はい見てください皆さん早速エネルギーチャージのお問い合わせが来ております。はい、お酒はないのかぬみたいな。皆さん飲めるんであれば別に。私甘いのしか飲めないです。甘いのあるんですか。甘いの多分あるんです。あります。飲みますか。飲みますか。飲みますか。3杯まで飲めることが発覚して3杯まで、はい、発覚して結構やばいやつえ、それは飲めるっていうのはもう記憶がなくなるのが3杯までってことですか。寝る、寝て帰れなくなるのが3杯まで。そう、結構弱めですよ結構弱めですよね大丈夫ですか、うん、1杯飲んで電車の中で乗り過ごしちゃいましたとかなったら大変ですよ、ね、それは困っちゃいますね。ちょびっとですごい番組でお酒を飲むっていう初の試みです。本当ですか。はい、確かに初です。何が出てくるんだろうかそれゴムパッチンやりますよって時にいな い, い、ね、いつもいないっていうふうにお聞きしたのですがおかしいな今ちょっと僕らね、初めてですね、紙コップ で, あ、やった。もう私自分がゴムパッチンやらないんです。平気で煽りますから。自分がやるってなったらやだ。今まで逃れてきたそうなのでね。ありとあらゆる手段で。はい、何味ですか。ブドウみたいな。あ、カシス。すごい匂いが。あ、なんか美味しそう、はい、ね。これちょっと多めだから、はい、手前から。あ、手前から。多めだから。多めだから手前から。はい、これは少なめ。少なめ。はい、どうぞ。ありがとうございます。すごいいい匂いする。はい。うん。匂、はい。多めですね。はい。多めです。じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。ありがとうございます。初ライブ配信。はい、ライブ配信。おめでとうございます。ありがとうございます。いただきます。いただきます。お、ガッチャさん。うん、ガッチャさん、こんばんは。こんばんは。エネルギーチャージしております。はい、エネルギーチャージしてます、はい、甘いですからね、はい、美味しい。あ、乾杯。ありがとうございます。そちらで飲まれてますかね。
ニンニンさん。そうですね、ニンニンさん4本目って言ってるんで。すごーい。すごいな。ジョージア様から止められてる方の行動とは思えない。止められてる。はい、止められてたらあかん。はい、せめて1巻にしましょう。法の目はかいくぐってないですよ、私。ゴムパッチンの目をかいくぐってるだけであって。母さんもありがとうございます。初ライブおめでとうございます。っていうふうにありがとうございます。あのそうですね、よろしければあのチャンネル登録も。はい。はい、よろしくお願いします。ティシモさんもお願いします。お願いします。私、ちなみに母さんの、あのカフェ、はい、調べましたあの後日曜日に言ってたじゃないですか、はい、ちゃんと調べた、はい、調べました私どんな料理ありましたなんだっけあのカタカナ4文字カタカナ4文字カタカナ4文字また説明会限定カタカナ好きですかなんかあのビダコーンがついてたような気がしますなんだっけカタカナ4文字だったんですよなんか、はいえそれがあるお店みたいな感じでドーンってなんか出てきて口コミで書いてありました。ビダコン。ビダコンなんかボルシティ。ボルシティ？えボルシティ？あそれかもそれですなんかそれ。ボルシティですか川さん。ボルシティはビダコンは入ってないです。ボ。ガッチャさん、はじめましてなんですね。ありがとうございます。カフェといったんですね。はい。長野県、諏訪湖ですよね。その近くの方は、母さんのご実家がカフェやられているということで、うん。ぜひそちらの方も。はい。ねえ。ちなみに母さん、答えは何なんですか、はい、え、多分ボルシチだと思います。ボルシチ多分合ってる。ボルシチはうまい。ボルシチはうまい。ボルシチはシチューです。へえ、あれシチューだった。ロシア料理ですよね。へえ、すごい皆さんよく知ってらっしゃる。川さんあれなんですね。あれですよね。おうちがカフェなんですよ。そうですそうです。え、素敵。ね、見ました。素敵ですよね。うん。内装も綺麗で。川さん映ってましたか。映ってなかった。映ってなかった。映ってなかったんですけど、はい、あの内装綺麗な内装は映ってて、はい、あすごい綺麗な、ね、あのカフェだなっていう風に思って、はい、だからなんかスキーとか長野県行けるじゃないですか、うん、そういう時なんか帰り際とかに行ってみたいですよねなんか、2回に分けてあれ営業してますよね多分1日なんかお昼休みうん？お昼休みじゃないかランチと多分ディナーみたいな感じで分けてやってるっぽくてはいへえ、うん、ウクライナ料理なんですってへえ、はい、あウクライナロシア料理ではないんですねへえ初めて知りましたでもね寒い時に食べたら美味しそうですよ確かに確かにスキーとかスノボ帰りでちょっと行ってみたいですよねね、うんスキーとかスノボってしたことあります？そうスキーは林間の時にあの小学校林間の時にやったのとスノボは人生で2回だけすごいありますねありますか2人はないですあスキーも、うん、スノボも私スキーはあの学校でスキー教室っていうのがあってあスキー教室はいスキー教室は行ったことあるんですけど、うん、スノボはやったことないです本当ですか、はいスノボ楽しいですよなんかでも大変そう難しそうな感じ、はい、でも意外と感覚で慣れちゃえばできるんですけど、うん、あの次の日筋肉痛ですねいつも普段使わない筋肉結構使ってるらしくてすごいもうなんかもうあの次の日、はい、朝起きたらこうでしたもんあ動けないみたいな私なんかスキーでも結構なんかあの板が重いじゃないですかだからなんか足が固定されてる感覚っていうかがすごい変な感じというか落ち着かなくってスノボってなんかこう立ち尽くした状態で固定されちゃうじゃないですか確かにだからすごいなんかバランス感覚が難しそうだなって思っててでも私逆にスキーの方が怖いかなって思いますスキーってもうなんか開くじゃないですか足が、はい、で開いてって開いてってもう最終的に足地面になっちゃうみたいななんかそれが怖くないですかそんなことないですか
スノボの方が意外と普通に立ってるだけでいいんで、なんか足開くとかなくてそのままなんで。なるほど。はい、後ろこけそうです。夜カフェ予約制ですって書いてあります。予約制なんだ。じゃあ夜カフェに行くときは間違えてね、あの予約なしに行っちゃったらダメってことですもん。まあ、最悪大丈夫だ。顔パスでお願いいたしますね。クルーズ TV 出てるよ。顔パスでお願いいたします。ふっか行かないとですね。うん、行きますよ、お母さん。ね。あ、大丈夫、大丈夫ですか？大丈夫です。一人でガブガブ飲んで。美味しい、美味しいですよね。美味しいです。初めて飲みました。ね、本当に。エッジをうまく使えるかという点ではスキーもボードもよく似てますよね。うーん、エッジエッジって何ですか、ハイジさん。エッジって何でしょう。エッジっていう単語がピンときてないです、私。エッジを聞かせるとかね、そういう言葉ありますよね。はい、あるけどなんかあんまりよくわからない。角角。もうガッチャさん早速調べた。あ、すごい、めっちゃおしゃれ。仕事が早い。美味しそうですよね。仕事早いですね。はい、回答率もすごかったし、はい、やっぱりすぐ調べるっていうことが大切なんでしょう ね、 なんかね、やっぱり逆エッジとかね、言いますもんね。逆エッジ、それは聞いたことない。あのほら、スノーボードとかで、ね、あの谷面に背中を向けてるときに後ろエッジが引っかかると大変なことが起きる。え、スピードが加速、あ、加速しないってこと、減速しちゃうってことですか。あれ、そういう意味。ターン中にこうね、まあ、ターン、はい、背中、背面に、はい、要するに斜面があるときですね、背中、あの落ちていく面があるときに、うんうん、スノーボードのほら後ろエッジが引っかかると、うんうん、もうスパーンっていきますから。へえ。まだスパーンとは言ったことがないですけど、それはもう上手なんですよ、うん、まあ、めっちゃ飛ばしててね、あの逆エッジであの後ろから行って一回もうあの被ってた帽子がうあの雪にめり込んでどこさんが怖い、怪我します。帽子だけめり込んで、はい、皆さん角角って答えてください。吹っ飛びますって、はい、吹っ飛ぶんだ、はい、エッジは角だということで。そうですね。おかわり自由です。あ、おかわり自由で、それはおかわり自由なの。え、今多分これめっちゃ飲んでるって言ってたからかな。まだありますか。それはハイジ2杯目行こうって感じですか。あ、ありがとうございます。もうこれしかないですね。ありがとうございます。営業時間は7時、あ、朝7時からやってるんだ。うーん、早い。7時から15時と17時半から21時までね、やっぱスノボをする人とかは結構早起きだから、あ、ね、全然なんか4時とか5時とかから滑ってる人とかもいるし、早起きですね、それは。はい。え、そんな暗い時間からやってる？そのぐらい、いや、母さんとか7時だから、ちょっと一滑りして、ああ、一回休憩的な感じで。休憩的な感じで、ちょっとカフェでも行きますかみたいな感じで。へぇ、ちょっと温まりつつみたいなね。いいですね。4時とか5時とか新聞配達ぐらいの感覚しかないですね。でもスキーとか行ったらそのぐらいから滑ったりしませんか。なんか夜にスキーやってる人ならよく見るんですけど、朝早いのはあんまり自分の友達ではいないです。あ、いないですか。夜スキーみたいな。スキー教室で人生で一度しかスキーしたことないんで、うんうんうん、全然わからない。へえ、ほうほうみたいな感じで。ヒカルさんも得意なんですか。行ったことない。あ、行ったことないんだ。はい。できそうですか。え、絶対こけます。最初はみんな多分こけますよ。多分転がります。転がります。ショウさん。あ、ショウさん。いらっしゃってくれたんですね。ありがとうございます。はい。うん、じゃあ背中合わせ。背中合わせ。どっちと背中合わせします。どう、え、どっちと。外側に背中が2つあるんですよ、今。はい。背中が今3つあるんですよね。はい。なんで、どうしましょう。どの背中が、はい。両方やれば。あ、両方やれば。右の背中か左の背中か。カメラを、これを、背中が2人ぐらいで区切れるあれ。
介して、じゃあこっち背中からいきますか。こっち背中。はい。こういう感じ、ね、背中合わせしてカメラ目線、ね、せっかく来ていただいたので、はい、いきます。それでは、はい、第1の背中合わせです。どうでしょうか、はい、第1陣でございます。どうでしょうか、はい、さあ背中合わせは何通りできるんでしょうかっていうことで、はい、それではいいですか、スクショしましたか。はい、じゃあ次の背中合わせ、はい、はい、背中合わせ行きましょうか。はい。はい、次の背中合わせ行きます。それではこちらです。次の背中合わせ。はい、二人で背中合わせしてます。それでは、最後の組み合わせ。うん、私がどうすればいいんですかね。はい。行きます。きょうさん、5分はちょっとで、5分はちょっとできないんで、はい、これで、背中合わせ、全パターン今日は大放出ということで、はい、ありがとうございます。ございます。3人じゃ背中合わせってできないんですか。おしくらまんじゅうみたいな。はい、はい、ありがとうございます。どうぞ。ございます。できました。焼肉食べてもいいって、隣が焼肉屋さんなんで、はい、いいな、お肉食べたい。すごいですね、ショウさんは背中合わせが好きな、お好きなんですよね多分。はい、さっきあの的山さんっていうゴムパッチンが好きな方はね、いろいろいらっしゃる、はい、で結局来てくれてない。まだいらっしゃってないですね。あれれれれ、やるのに。アーカイブ見てもらうしかないですね。そうですね、はい。じゃあ早速ちょっと先に決めときますか。あの誰が引っ張るか、はい、誰が引っ張るか、はい、どうしますか。引っ張りたい方いらっしゃいますか。いや、私できれば傍観したいです。じゃあカエルさん、はい、ね、やりますか。普通に引っ張ってパワーズだけやってくれれば、ダンスの得意だった。手首のスナップ的な。あのダンスをしながら引っ張って。矢坂さんもいらっしゃって、はい、ありがとうございます。あ、こんばんは、ありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録の方もお願いします。今日が、おにっこありチャンネル初のライブ配信やってます。はい、そう、肝心な時にいて、肝心な時にいないっていう、はい、そうですね、はい、じゃあやってみますか。はい、どんな感じか、初めてなんですよね。うん、初めてのライブ配信だし、初めてのゴムパッチ。はい、はい、初めて尽くしで、初めて尽くし、すごいですね。いいですね、はい、すごいですね。すごいですね。私はじゃあやりながら傍観してるんで。一応ね、あの衛生管理の問題で、はいはいはい、一番新しいゴムを、はい、ゴムじゃない、はい、これを、はい、出します。こういう感じで、はい、こういう感じになるんですね。これをね、加えて、こういう感じになる、ね、はい、で、山本さんがこちらを、はい、こういう感じで、こういう、こういう流れになるんですね。間に合いますか、大丈夫ですか。追ってくださいね、ちゃんと。大丈夫ですか。ね、じゃあ、角なんで、じゃあ中央行きましょう。鬼塚さん中央行って、山本さんこっち行きましょう。はい、で、こういうこと、はい、で、こっちから引っ張ると、はい、で、そうするとこういう感じに映るので、ハイジさんが飲みながら、あの、ニコニコって飲み終わりました。ごちそうさまでした。引っ張りましょう。はい、引っ張ります。初めてのゴムパッチンは、もうちょい引っ張らないと多分届かないですね。いきますか。結構引っ張ってるな。はい。行きますか。はい。大丈夫ですか。お任せします。タイミング。すごい。
すごい強烈な音がした。どうですか、どうですか、え、なんかどうですか、なんか不思議な感覚がしました。痛くなかったですか。なんかうまいですね。うまい、音はすごいいい音聞いてました。はい、めちゃくちゃうまかったです。え、綺麗に来た。え、プロですか、プロ。磯川が回るみたいに、こうはなんないかな。ダンスが得意だから。多分ダンスのやっぱ、はい、そうですね、はい、絶対関係ない。え、すごい。あ、ここあります。別にこれだったら何回でもできるなっていうぐらい。松山さん、すごいですよ。来てくれれば、座っていただいて、はい、これね、音の割にね、いいのよ。いいのよ。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、サプライブ配信の初ゴムパッチン大成功ということで、お酒という麻酔が効いたという。そういうこと、全身麻酔みたいな。確かに確かに、あるかもしれないです。痛くないのか。ね、痛くなかった。え、全然何も痛くなかった。音だけですね、本当に。結構もだい苦しんでる人たち見てきましたよ。あ、それもしかしたらあれじゃないですか。やらせ？やらせ？ああ、うまいですね。じゃあ痛がる振りがね。そういうこと？リアクション。リアクションですね。あとはもうちょっと僕だったらもっと引っ張っちゃって。あとね、細いやつがいない。ああ。この太いのは OK。そうですね。じゃあ次はもっと細いの準備してもらって。太いのね、自分経験してみたい方は。あ、絶対嫌です。嫌です。絶対嫌です。ね。何のために逃れてきたのか。じゃあそれはあれだね、ハイジのチャンネルで生配信をするときに。そうしましょう。嫌です、嫌です。今まで逃れてきたハイジさんが。試しに手でやりましょう。じゃあハイジさん。嫌です。嫌だ。手が痛いかどうか。僕の顔は絶対やんないんで、手だけ。だ、僕だったらこれぐらい引っ張るよっていう。結構伸びてる。さっきと違いますもん。これね、手をこうやった方がいい。横にしといた方がいい。横、うん、だって顔にいっちゃう可能性が。横面にしといた方がいい。手を顔から外しといた方がいい。うん、それでいいよ。はい、こういきますよ。はい、せーの。あ、痛くないでしょ。でしょ。意外とね。でも山本さん、あれですね、ヒカルさんの方が音は上手かったです。うん、プロ多分やったことありますね。実はね。あ、ハイジチャレンジ嫌です。嫌です。私はむしろ逃亡劇を繰り広げる方でチャレンジしてるんで。あ、みやちゃんさんもいらっしゃって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちら今日、アリサさんの鬼っ子アリチャンネルという、はい、はい、アリサさんの YouTube チャンネルが今日初めてのライブ配信、はい、皆さん初めてのお客さんありがとうございます、はい、初めてのゴムパッチンをやるっていう、はい、はい、もしね見られてない方アーカイブで見られるので、見られますので、はい、ぜひそちらの方でご覧ください。はい、後山さん何としても見てもらわないとダメですね。本当ですね。はい、まとゆばさん、これもし見たら動画にコメントもできるんで、うんうん、見たよって書いておいてください。よろしくお願いします。はい、はい、ありがたいですね、皆さん、うんうん、ちゃんとワープ、ね、ちゃんとしてワープありがとうございます。はい、逃走中です。逃走チャレンジしております。そう、ハイジさんね、ゴムパッチンの回にね結構出てるんですよ。あ、本当ですか。じゃあいろんな人のを見てきてる。そう。はい。そうなんだ。そうなんですけど、一回もやったことない。はい。全部ゲームとかで勝ってる。あ、勝ってる、はい。ゲームで勝ったり、身代わりを立てたり。身代わり立てたことあるんですか。そう、今日に限ってはね、ハリチャンネルの鬼塚さん勝ちましたから、ね。はい、私本当は勝ってるんですよね。獲得したっていう。獲得？はい。権利をね。権利をね。はい。お、アリサちゃん、ヤッホー。ヤッホーってありがとうございます。ですね。はい。
なので今後このチャンネルではどういったことをやられるんですか、うんうん、まだ今のところ決めてないけど、なんかやりたいなって思ってるのが、はい、なんかまあダンスもそうだし、はい、歌とかそういう系も載せてみたいなというふうに思っております。あと、はい、あれですもんね、アニメ好きなんですもんね。アニメ好きですね、はい、うん、アニメ好きだったらちょっとその好きなアニメのなんかちょっとここが好きみたいなのとかもね、うん、やってもいいです。え、紹介的な感じですか。紹介的な、このキャラのここが好きなんですよねみたいな、はい確かに自己紹介とかの動画よく見ますね。あ、うん、自己紹介、自己紹介、なんかこれが好きでみたいなのをなんか項目別でこう出していくみたいな動画とかよく見ます。一番最初の動画とか割とそういうの多いかもしれないですね、うん、あれ、トモヤさん、あ、お、え、私の中学校の先輩、はい、お、アリチャンネルファイトって来てます。え、ありがとう、トモくん、ありがとうね、はいありがとうございます。先輩にタメ語のタイプですか。あ、あのこの人は、はい、あのタメ語です。あ、でも芸能界やってやられてる方で。あ、そうなんですか、ね。はい、そうなんですよ、はい。俳優さんやってます。あ、すごい。俳優さん、へえ、うん。ありがとうね。はい、初めてのライブ配信にもチャレンジ中です。そうそう、はい。ありがとうございます。でももうすぐ終わっちゃうかもしれない。あら、視聴者多いって。お、すごい。そうなの？素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、ぜひチャンネル登録の方も、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、あ、ともくん、あのゴムパッチン見てね。アーカイブで。の所属だからレインさんところだ。ん？ん？この方、有村さんはあれですね。所属されている場所が七色。あ、そう、七色さんです。七色さん、はい、はい、七色さんにいらっしゃる俳優さん結構うちにも出てる方、あ、多いね、はい、あのレインさんという俳優さんが、はい、藤沢レインさん、はい、知ってるかな、どうだろうはい、というわけで、うん、今後はいろんなことをやっていきたいわけですね。はい、はい、頑張っていきたいと思います、はい何かね、ちょっと鬼塚さんらしさをたくさん出せる、うん、チャンネルになればいいなっていうので。私らしさって何ですかね、迷宮入りしちゃうやつ何ですかね隣の天使ちゃんとかかゆいけど見てます。うん、え、わかんないです。わかんない、知ってます。知らない、知らない、わかんない。ドライフラワーさん、歌上手だよ。ドライフラワーさん、ありがとうございます。私いつも配信やってるんですけど、配信でいつも来てくれてて、あのたまに歌を歌うんですけど、はい、あのいつもリクエストしてくださって、ありがとうございます。ドライフラワーさん、ありがとうございます。そうココちゃんで配信やってるんで、はい、いつも来てくれるんですよね。ちなみにどんな歌歌うんですか。なんかリクエストあったら結構なんでも、あ、自分が知ってる曲だったなって感じ、はい、たまにあの聖子ちゃんとか中森明菜ちゃんとかそっちも歌うんですけど、まあ、もちろん最近の歌も。へえ、そんな歌歌うんですね。意外と昔の歌、うん、結構懐かしい系なんだなとか思ってました。なんか多分見てくださってる年代の方がそのあの多分そこら辺のね、あのちょうど多いんですよ。はい、そう、矢坂さんもいつも来てくれてて。そうなんですね、はい、はい、そうなんですよ。ポコちゃんって笑ってるけどそうそう、来てくれて。中森明菜さんとか松田聖子さんを歌うと、もう歌えると、歌えたりしますね、はい、たまにリクエストがあれば。すごい、叩いてかぶってじゃんけんぽんも今度やりましょうかあ、確かにピコピコありますもんね。ピコあるし、確かに確かに、はい、被るやつがあの本気のヘルメットしかないですねしっかり守るタイプ、はい、うんうん、なるほど、はい、いろいろやっていこう、はい、はい、お願いします。はい、まあ、あのライブ配信もねできる限りここでやった後はやり、はい、いやね、できればいいなと。うん、はい、そうですね、ライブ配信、うん、とりあえずあれですよね、今だとね、まだできないので、スマホとかではできないから、はい、それができるようになったらって感じですね、はい、うん、そうですね、ここでもしあの来られた時にあの鬼塚さんが希望いただけたら、このままこういう感じで、はい、ライブワープライブ配信ができるから、はい、やりましょう
の成果はオイラとためですって。へぇー、ミハちゃんさん、そうだ、あ、スター誕生グランプリ大会見てました。へぇー、スター誕生見てたんですね、すごい。ありがとうございます。お礼言えなかったので、いやいやいや、気になったので調べました。ありがとうございます。やさこさん、ももちゃん知らんけどって言ってました。え？嘘です。これは嘘です。はい。なるほど。はい。はい。という感じで、もうね、まあ、30分ぐらいライブ。あ、結構。ね、15分から20分ぐらいかなと思ったら、まあ別に結構長時間やりましたね、はい、皆さんね、ありがとうございました。今日は初配信、コメントもたくさんありがとうございます、ね、うん、ありがたいです。ありがとうございます。ついでにね、チャンネル登録されてない方はあの、ぜひぜひぜひお願いします。はい、はい、お願いします。はい、エネルギーチャージの方も皆さんしてってください。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。大食い、あ、やっぱりこの間話しましたよね。してましたね、うん、はい、確かに1万円企画とかよく見ますもんね。懐かしいですね、やってましたね。私高校生の時やりました。あの、1万円いかなかったんですけど、はい、5000円企画っていうのを友達と一緒にやってみたいな、うん、スタバで、スタバでやりました。意外と、意外と大変ですよ、そう、多分甘いのがずっと食べれなくて、で結構甘い系多いじゃないですか。確かに。だからそれが結構きつかったです。お腹がいっぱいっていうよりかは気持ち悪さっていうか、胃もたれしちゃうみたいな感じが。そんな感じで、一番高い酒出せっていう。それズルじゃないですか。トッピング全部乗せでみたいな。あ、みやちゃんさん、みやちゃん読ませてもらいますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。みやちゃん。ね、あ、次回歌歌ってくださいねっていうのいいねボタン1、おすすめ1000に通知されるの、うん、そうなんですか、知らなかった、うん、そうですね、皆さんじゃあいいねもぜひ、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ってことで皆さん今日もありがとうございました。お肉アリチャンネル、皆さんもしね登録されてない方いらっしゃったら登録よろしくお願いします。そしていいねボタンもよろしくお願いします。はい、僕も登録しておきます。 ありがとうございます。はいはいはい、はい、ということで皆さん今日もありがとうございました。おやすみなさーい。